れ、母さん、4時に帰ってくるっつったらな。もう暗くなっちゃったよ。あ、たかし。お母さん、あれ、4時にいるって言ってなかったっけ？ああ、そうだったわね。ちょっと予定がちょっと伸びちゃって。あ、そう。ごめんね、今開けるから。ちょっとごめん、ごめん、ごめん、ごめん。まあまあいいけど。今、たかしの好きなハンバーグ作ってるから、もうちょっと待っててね。え、マジで？そう、鶏ハンバーグ？そう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 う。好わ、きやなやつ作るった。から。マジで？嬉しい。待ってください。たかし、どうなの？東京では。頑張ってんの？東京で、まあ一応やっと仕事慣れてきたなって感じかああ、な。それよかったじゃない。いた。いたあ、え、大丈夫、大丈夫？ちょっとね、最近お母さん手首痛くて。いえ、た体調、大丈夫？あ、大丈夫よ。大丈夫、心配しないで。いや、やるけど。あ、でも座ってて、たかしさん。いいから。ね、ほん大丈夫と、だから。大変だったら言って。うん、ありがとう、ありがとさ、う。うん。実は俺彼女できてさ。え、彼女できたの？そう。え、よかったじゃない。で、結構、もう結婚の話になってて、実は。7月、ちょっと連れてきていい？あ、もう全然連れてきなさい。お母さん見たいから、あ、そのほん感と？じ。うん。7月7日なんだけど、多分これ、7月7日か。そう、2人の予定やっとあってさ。7月7日？開けといて。いや、ちょっと待って、7月7日は、ちょっとお母さん予定あんのよね。あれ、日曜日休みじゃいなくや、て？ね、それがちょうどあんの。ちょっと別の日できないかな。あ、マジで？うん、あ、一応、だから次は7月11日空いてんだけど、17もちょっ多と分そね、れ午後から。11もちょっとね、誕生日なのよ、ある人の。あ、誕生日？だからちょっとその日もダメかな。あ、そう。あ、まだ別のね、その先でもいいから。またいつでもいいから。ね、また先にして。あ、わかったわかった。まあまあ、また連絡する。うん。いや、ちょっと数、小腹すぎたかも。まだちょっとご飯できるのにかかるからかかりね。そうだよね。ちょっとお菓子でも食べてるあ、お菓子いい？で。うん。ごめんごめん。これ高かったのよ、これ。美味しいから、これ食べてなさい。ミニ芋けんぴ。美味しいわよ、それ。いいのよ、それ。なんか、バラ売りすぎじゃない？お菓子が。いや、まあまあ、ちっちゃいや、い。東京にはあんまないかもしれないけど、こっちにはあるのよ、結構そういうのね。あられマヨネーズとそう。で、おい、それも意外と美味しいのよ、それ。食べてなさい、それ。母さん、俺さ、大学の友達でさ、うん。うん。バラ売り系のお菓子いっぱい持ってるやつがいてさ、それでパチンコめっちゃ行くやつなんだけど、俺、パチンコ屋以外ってこのバラ売りのお菓子見たことなくて、うん、そうね、加工の業者もそうやし、パチンコやってるよね。いや、パチンコ絶対やってないから、パチンコ。詰め黒、お母さん。そんな仕事じゃなかったじゃん。いや、ちょっと最近ね、いろいろ。他の。着信音。パチンコ屋行ってんじゃん、もう。マジで？いや、母さんがそうなると思わんかった、マジパチンコで。やってる、ごめんね。借金とかあるんでしょ？借金なんてないから。もう返す、ないもう俺ね。返すよ。むしいくろむしろ、プラスになってんの、お母さん。プラスに？今月なんかもう40万円も買ってんのよ、お母さんね。もうね、ガチでやってんの、パチンコ。プロなの、お母さん。え？パチプロとしてやってるの。パチプロ？そう。だからもうマイナスになることなんて絶対ないから。本当にないの？そう、もう仕事としてやってるから、お母さマイナスになってん。ないなっの？てない、本当に。絶対に。借金もない。ない。で、パチプロ？そう。いや、逆に嫌だな。